キンプリヘイヤー仕様、ファンに感謝伝え、ジャニーさんごめんね。5人ラストデーに揃い踏み。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・ス・ヒラの仕様、26が22日、会員制サイト、ジャニーズウェブでブログを更新し、ファンにメッセージを伝えた。 この日をもってグループから脱退し、ジャニーズ事務所を退所する。また高橋海人24も同時にブログを更新。岸優太27、長瀬二24、神宮寺優太25に続いた形で、5人体制のラストデーに5人全員がグループやファンへの思いを綴った。 12年の入所から約11年間支えられたファンへの感謝を綴り、はぁ楽しかったなと回想。明日からキング・アンド・ズじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよなジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね、と心境を明かし、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうなしょう。 と綴った。ティアラと呼ばれるファンへの謝罪も伝えた。じゃあそろそろキングピンスともお別れかな。キングピンス、バイバイ。と別れを告げ、またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ。と挨拶した。一方、長瀬恋24と二人でグループを存続する高橋も少しでもみんなの心に寄り添って、 手を繋いで心の底から笑顔にできるようにアイドルとして生きさせてください。これからもよろしくお願いします。と呼びかけた。グループ最年少。本当の兄たちのように楽しませてくれてありがとう。とメンバーたちに感謝し、正気しくんはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。角は手を取り合って仲良くお願いします。と伝えた。 キング・アンドクスは18年5月23日にシンデレラガールでデビュー。昨年11月、デビューから丸5年となる今日22日をもって騎士、平野、神宮寺が脱退することを発表していた。平野と神宮寺は同日をもって、騎士は9月30日をもって退場する。KNG ・アンドクスの平野仕様と高橋山がブログを更新。 k n g p i n スバイバイ。またね。ティアラ。k n g p i n スの平野市要26、岸ユータ27、神宮寺ユータ25が22日をもってグループを脱退する。 この飛正午に会員制サイトで騎士がブログを更新したのに続き、長瀬角と神宮寺が午後10時前に、午後11時前には平野市用と高橋山がブログを更新した。平野は明日から k n g o ブ s じゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよなと言いつつジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。 もし天国であったら怒られるんだろうな、ー、と明かし、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンス、バイバイ。またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ、とつづった。高橋も、ショー、岸くん、ジーンはこれからも友達としてどうぞよろしくお願いします。角は手を取り合って仲良くお願いします、とつづり、キー・エヌ・ジー・アンド・ピンスさえしてるよ、とコメントした。放置新聞社。 キンプリ二人新たな出発、長瀬、またみんなに楽しんでもらえるよう、高橋、アイドルとして生きさせて、キング、プリンス王を、デビュー5周年日の前日となる22日、岸優太、27、平野氏、シ、ヨウ26、ジングージ25の、三人がグループから、脱退する。グループを二人で存続する長瀬連、24。 と高橋海人24は同日有料サイトジャニーズウェブでブログを更新し感謝のコメントを綴った。長瀬はいつまで経ってもこれからもずっと大切なメンバーです。とし今後の金プリについては2人になりますが俺とアマでまたみんなに楽しんでもらえるように頑張るよ。うん。このメンバーで駆け抜けた5年間は幸せでした。などと綴った。 高橋は11月に3人の脱退と退場を発表してからこれまで複雑な心境を抱えながら応援してきたファンに向けて今日までついてきてくれてありがとうと思いを綴り少しでもみんなの心に寄り添って手をつないで心の底から笑顔にできるようにアイドルとして生きさせてください。とメッセージ。 メンバーに向けてはみんなと一緒に頑張ってきたからずっとアイドルを続けてたくさんのファンのみんなに囲まれて幸せになれてると感謝した。昨年11月に騎士と平野と神宮寺は同日付でグループを脱退することが発表された。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所も退除する。 またこの日、同サイトで騎士が9月30日で退場することも発表された。